白石さんの芋焼酎で花千代キムシ、5年くらい前にこのねタイトルが変わったんですよね。変わる前のやつの名前もうね、ほんとねタイトル忘れちゃいますね。名前変わって味が変わったとか悪くなったとかっていう声聞くけど、いやそんなことないですよ。多分名前を覚えづらいんですよこの子。ルビが降ってなかったら読めないのかなっていうあれはあるので、そういった意味で名前が覚えられないがゆえに味がなかなか頭に入ってこないんじゃないのかなと思います。ただ実際飲んでみるとしっかり白石さんの良さが出てる、白石さん的な個性が出ているので、別にそんな普通に白石さんのお酒だなっていう風に感じますよ。そうですよね、このなんていうんですかね、ちょっと話の元に戻るけれども、このタイトルがラベルの名前が変わる前なんていう名前だったかなっていうのって、よく東京でタワーマンションができた時、東京じゃなくてもいいんだけど、タワーマンションができた時にその前って何屋さんがあったっけなとか、どんな家だったかなって思い出せないのと似てんのかなというのってありませんかね。